南海一万線軽電車は、1992年8月に営業運転を開始した南海電気鉄道の特急系車両である。1992年8月に運行を開始した、高野線南馬駅橋本駅間の特急林海洋の車両として4両編成1本が、東急車両製造で製造された。2015年12月のダイヤ改正からは、 千木高速鉄道線直通の南ン駅泉、中央駅間の特急、千木ライナーにも導入されている。車体は1万系を基本とした20メートル級の全構成車体を採用し、前頭部は平面的な構成であった1万系と異なり、スピード感を強調するデザインの傾斜した形状となっている。貫通扉は非常用であったが、1999年に、 高野線特急の新型車両3万1000系が登場すると同時にホロ取り付けアダプターを橋本型の先頭車に設置した。これにより3万1000系との並結時のみ車内からの通り抜けが可能となった。側面窓は大型複層ガラスの連続窓で、客用扉は折り道各社片側1箇所に備えている。連続大型窓は後に登場する1万系、中間化改造車。 三万千系にも反映されている。行き先、種別表示器は二千系と同系の種別行き先が2、分割されたものを各社の客用扉よりに設置している。制御装置は三万系と同等の抵抗制御。ブレーキ装置は電気指令式。台車は空気バネ台車を使用。電動機出力は1 4 5キロワットで、全電動車編成を組んでいるが、ズームカーではないため、 橋本以南の高野線山岳区間には入線できない。軽的類は本形式より従来の空気式に加え、電気式の軽的も併設された。これは本形式以降に製造された特急車両の5万系、3万1000系、1万2000系にも装備されているほか、先代の3万系も1999年のリニューアルの際に追加装備されている。 車内座席は二人掛けのフリーストップ式、回転リクライニングシートとなり、席間のセンターアームレストや、肘掛け内蔵テーブル、足元の跳ね上げ式フットレストを設けている。座席間隔は3万系と比較して、さらに 30mm 広げた 1030mm としている。車内案内表示装置は1万系と同系の三色 LED 式を採用。自動案内放送は林間。 戦クライナーともに搭載されていない。もは1万1301型には、車椅子スペース、もは1 11万1101型には、トイレと洗面所を設けている。編成中間には、フリースペース及びサービスコーナーがあり、かつては、公衆電話や喫煙ルームが設けられていたが、現在は撤去、閉鎖されている。以降、毎年1月から2月にかけて、ラッピングを剥離し、 臨間のダイソーを行い、検査終了後はラッピングを貼り付け、戦木ライナーの運用に復帰している。全電動車方式で、南馬砲先頭戦闘車がもは11001系、南馬型中間車が模一11301系、橋本型中間車がもは1 1千0 1系、橋本型戦闘車が模一12001型となっている。編成は以下の通り。 本形式は高野線山岳区間に乗り入れ可能なズームカーではないため、運用は高野線平坦区間の南波橋本間を結ぶ特急、林間と増結列車である特急、高野、林間の南波橋本間に限られていた。2015年12月以降、ダイヤ改正で新設された戦北高速鉄道線の泉中央から南波間を結ぶ特急、 戦国ライナー専用車両として運用されるようになった。2017年1月27日からは、戦国高速鉄道が自社発注の特急型車両として12000系を導入したことから、本形式は一旦置き換えられ、臨間の運用に戻っていた。しかし、同年8月のダイヤ改正で特急戦国ライナーが増発されに、編成運用体制となることから、 本形式は再び、戦国ライナーの運用に復帰している。以降、検査による車両不足が発生することから毎年1月から2月にかけて臨間の体操を行い、検査終了後は戦国ライナーの運用に復帰する周期をとっている。1万千系が検査の際には、臨間に3万系の予備編成及び3万千系が戦国ライナーに 南海本線の12000系が使用される。逆に、3万系、または3万1000系が検査の際にはラッピングを解除し、臨間のダイソーとして運用され、部クライナーには1万1000系検査時と同様、1万2000系でのダイソーとなる。南海本線への入線は、営業運転開始前の性能押し運転で、長期入線していた。ありがとうございます。